はい、それでは今日は愛着障害について解説します。私のブログ記事をもとにしてお話ししていきたいと思います。広い意味での愛着障害のこの割合は3人に1人と言われてます。多いですね。その原因の7、8割が養育環境、育った環境だと言われてるんですね。今学校現場で愛着障害の子が増えてるような感じがするんです。私の耳にね、いくつか入ってくるんですけども、皆さんの学校ではありますか？愛着障害のお子さんいらっしゃいますか？で、この愛着障害、どんな障害なのかということについてまず解説します。どんな特徴か5つにまとめました。攻撃、パニック、暴力的ですね。フリーズ、固まる、無気力、諦めてしまっている、自虐、自分を責める、ベタベタ、愛情不足ですね。5種類に分けましたが、こうした特徴が組み合わされている子もいますね。1つだけじゃなくてね。もう少し具体的に17に分類したのを早口で言ってみますよ。落ち着きがない、高いところに登るものを投げる、非を認めない、ごまかす、痛がらない、わざと物を壊す、靴を脱ぎたがる、すぐ暴力を振るう、全否定的、自己防衛的、助けを求められない、注目されたい、努力が積み上がりにくい、その気になりにくい、感情表現が苦手、不安傾向が強い。こうした特徴がですね、いくつか組み合わさっている子がもちろんいるっていうことですね。一つだけではなくて。さあ、どうでしょうか。愛着障害の子の姿がイメージできましたか？あるいは学校にそういうお子さんがいらっしゃる場合は、ああ、あの子がそうかなっていう感じになったでしょうか？でもこの説明だけだとね、あまりわからない、伝わらないと思うんですよね。でも大体、ああ、そういうことかっていう感じでいいです。そして一つのキーワードを提示しますね。それは、傷つきやすい子っていうのがもう共通したキーワードになりますね。全部くくると、傷つきやすい子っていう表現が適切かと私は思っています。ちょっと読んでいきますね。カッコ1からカッコ5の特徴、1から17の特徴には全て理由があります。その全てに共通するのが、傷つきやすいということです。攻撃的になるのは自分を守るためです。パニックになるのもそうです。フリーズをするのも自分を守るためです。無気力はすでに傷つき諦めてしまった子の姿です。自虐はその反動です。自分で自分を傷つけるようになってしまったのです。ベタベタ甘えてくるのはまだいい方です。傷を癒そうとしている子です。これが愛着障害の子の特徴です。では学校現場ではどうなっているか。愛着障害を持った子は学校でどんな風になるのでしょうか。話を分かりやすくするために架空の事例を作ります。小学校6年生の A 子さんということにしましょう。 A 子さんは授業中によく教室から飛び出します。大声を上げながら飛び出すこともあります。手のかかる子なので、低学年の途中から特別支援学級に在籍しました。国語と算数以外はみんなと一緒に授業を受けていますが、支援の先生が教室についています。支援の先生は A 子さんの勉強を助けようとします。すると A 子さんは、あっちへ行け、寄ってくんな、と怒鳴ります。クラスの子が助けようとすると、お前も来んな、うざい、と怒ります。ノートに何か書くことはほとんどありません。おとなしく授業を受けているときは、フードをかぶって突っ伏しています。こんな感じです。女の子の設定にしたので、あまり暴力的ではありませんでしたが、男の子だったら教室を出るときに机の上のものを投げ散らかしたり、机を倒したりして出ていくかもしれません。隣の子が助けようと声をかけたら殴っていたかもしれません。そんな感じです。これで少しはイメージできたのではないでしょうか。ここでもう一度先ほどの特徴とキーワードを思い出してください。カッコ1、攻撃、パニック、カッコ2、フリーズ、カッコ3、無気力、カッコ4、自虐、カッコ5、ベタベタ。A 子さんのような子はリストカットをする危険性があります。自虐と愛情を求める行為が重なって援助交際に走る危険性もあります。1から5はタイプ、型ではなく現れ方です。時と場によって現れ方は変わります。ですから複合的です。そして全てに共通している特徴が傷つきやすいということです。どうでしょうか。これでだいぶ理解が進んできたんではないでしょうかね。解除方法は方法 A と方法 B の2つがあります。方法 A は、その子と母親との愛着関係を修復する。方法 B は、第三者による安心基地作り。この2つはね、全然違う方法なんです。もうレベルが違うと言ってもいいです。望ましいのはもちろん A ですよね。お母さんとの関係を修復するっていうのが理想になります。でもこれは簡単なことじゃないんですね。もともとお母さんとの関係がなかなかうまくいかないから愛着障害になってきたわけですからね。ですから簡単ではありません。お母さん自身が苦しんできたわけですから、それを期待するのは難しいことです。
母親一人に期待するのは乱暴なことでもあります。ですから修復という動きを作るのは医療や福祉などの機関になります。学校が関わる場合はそうした機関につなぐとか協力するっていう形になります。次、方法 B いきますね。 B を実施するときは A、 お母さんとの関係修復を諦めないで学校でも施す。学校とか児童館とか放課後児童デイサービスとかね、そういうところでお母さんとの関係修復を諦めないで B を施すっていう形をとります。どうしてかっていうと、修復されていない間も子どもはね、生活してますから愛着障害に苦しんでるわけですよね。その生きづらさを支援しなければなりません。ですから B は補助的に必要です。中でも一日の生活のほとんどはね、学校生活ですから、学校が中心的な役割を果たすことになると思います。ただここで覚えておいていただきたいのが、この方法 B は補助だけではないんですね。どうしてかっていうと、この方法 B が成功したことによって親子関係が修復したっていうケースもあるんですね。ですからその場合は方法 B によって方法 A が成功したという結果になります。まあ、A と B は表裏一体っていう関係なんですね。このことを頭に入れといて、組織対応の必要性です。ここまでを整理しますね。方法 A は親子関係、母親との愛着関係を修復するっていうことでした。この場合は母親一人に任せず、医療や福祉が介入する必要があるっていうことですね。家族が助けるっていう場合もあるでしょうけども、専門的な知識がね必要ですから、中心は関係機関になりますね。病院とか福祉ですね。家族や地域や学校などは関係機関につなぐという立場が中心になるっていうことです。そうした連携ネットワークが大切になります。次、方法 B まとめますね。第三者による安心基地作り。安全基地じゃなくて安心基地っていうね、安心という言葉をわざと使っています。この場合の中心は学校です。そしてここでいう第三者というのは母親の代わりってことですよね。代わりに安心基地を作る人です。母親っていうのは一人ですからね、世の中で一人ですから、その代わりっていう人物も一人になります。つまり学校の中の誰か一人がその子の安心基地になってあげることを指します。で、学校っていうのは組織ですから、教員だけじゃなくてね、校務補さんとかね、保健の先生とかいろんな方がいらっしゃいますよね。ですから学校職員全員がこのことを理解して、その誰か一人になった、担当になった人を盛り立てる必要があります。ここが大事ですね。で、その一人っていうのはね、担任であるとは限りません。担任との関係がね、もうね、まずくなってる場合っていうのもありますからね。ですから、そのお子さんと一番良好な関係を持っている職員がキーパーソン。その一人になるっていう支援の仕方が基本になります。ではその学校が取るべき組織対応について具体的にまとめていきます。1、小3が節目。これどういうことかというと、通常なら愛着ケースの期間はね、3歳なんです。3歳が完成期なんですね。それができずにいたっていうことは、その後の幼児期とか児童期を不安なまま育ったっていうことですよね。ですから取り戻すには早いに越したことはありません。じゃあいつまでがいいのってことにもなりますよね。その場合が小学校3年生までっていう、あえて言えばですよ。どうしてかっていうと、4年生以降は思春期が待ってますよね。それから学校の勉強、4年生になると割り算が入ってきたり、もう5、6年になったら難しくなりますよね。算数とか積み上げが必要になりますしね。ですからここでね、回復するのは3年生までっていうのを一旦区切って抑えておくっていうのが、この1、節目っていう意味ですね。2、指導力の高い教師をつける。愛着障害の改善は容易なことではありません。なぜならその子は傷つきやすいからです。特別な配慮が必要になります。校内人事では指導力の高い教師に担当させるのが理想です。具体的に言うと次のような要件を満たす教師です。1、愛着形成を完成させた経験のあるお母さん先生。お母さん先生は自分でね、自分で子育てした経験がありますから、愛着形成を完成させた経験のあるお母さん先生っていうのが多いはずですからね。そういうお母さん先生を当てる。2、愛着形成の仕方を熟知している教師。これは、この場合は、形成の仕方を知っていればいいってことですから、男性教師でも、私みたいな、おじいちゃん先生でもできるわけですよね。3、自らの人生において愛着形成ができている教師。これは何ですか？その先生が育った生育歴です。その先生、大人がですね、愛着形成うまくいってない場合は、ちょっと、心が病んでいたり、うまく人間関係作れなかったりする場合っていうのがあるんですよね。ですから、その先生自身が子供の頃に愛着関係をうまく作ってもらって成長してきた大人の先生を当てるっていうことです。3つとも満たしている教師がここでいう指導力の高い教師です。ただし、全部ではなくても1つでも満たしていれば安心基地になれるはずです。できると思いますね。
括弧3いきます。職員全員が1対1の原則を理解している。これはね、先ほどお話ししましたけどね、キーパーソンの必要を職員全員が共通理解しているってことですね。括弧4、母親との信頼関係づくり。あくまでも理想はお母さんとの関係を修復することでしたよね。方法 A でしたよね。ですから母親が学校不信になってしまうと、これはまずいパターンになってしまいます。保護者と学校の関係っていうのが重要になります。括弧5、包括的支援。愛着障害の改善は学校が単独で行うものではありません。関係機関との連携が必要ってことでしたよね。窓口になっているのが教頭先生とか、特別支援コーディネーターの先生とかね、そういう関係機関とネットワークを構築する先生方が中心になって進める、連携取るっていうことが大切。ここまでの内容を一言で言うとこうなります。愛着障害の子は傷つきやすいので特別な配慮が必要。その一つが母親役を一人決めるっていうことでした。今回はその一人、キーパーソンがどんな行動を取ればよいかについて解説します。こうした行動をお母さん、本当のお母さんと共有できれば理想的な修復になるっていうことも頭に置いておいてください。1、安心感を与える。キーパーソンが取るべき一つ目の行動は安心感を与えるっていうことです。これは元をたどれば、本当はですね、本来なら生後6ヶ月から1歳半の時期に必要だった愛着形成の A です。愛着 A っていうのは次の2つの機能です。 A の1、甘えさせてくれる、ね、赤ちゃんの時にね、たくさん抱っこしてくれたりね、スキンシップも含めて甘えさせてくれる。 A の2、欲求を満たしてくれる、成功体験ができるということですね。6ヶ月過ぎて1歳半ぐらいまでの間っていうのは、子供自身から要求が出るわけ、何々してほしいっていうね、それをこう、何々して、お母さん何々してっていう気持ちを出した時に、お母さんがうまくそれに応えてくれたら、やったーっていう成功体験になりますね。そういうことです。適切な時期にこれができなかったことが愛着障害の主因です。したがって愛着 A を取り戻させてくれるような行動がキーパーソンに求められます。ただしですね、ここで当然のことなんですけども、子どもの年齢が本来とずれていますね。もう学校上がってきているっていうことですから、学校や幼稚園に通って集団生活を求められる年齢になっているわけですから、環境が異なります。集団生活をしながら周りの子どもたちとは違った配慮が必要になるってことなんですね。そこが高い指導力が求められる理由です。2つ目いきます。応答してあげる。キーパーソンが取るべき2つ目の行動は応答してあげるってことです。これは元をたどれば1歳半から3歳の時期に必要だった愛着の B です。愛着 B っていうのは2つあります。B の1、参照しに応じてあげる。B の2、報告に対して受け止めてあげるっていう、この2つの行動です。これも愛着障害の子は適切な時期にできなかったことが推測されます。参照しっていうのは分かりきってることを確認する行為です。お母さんこれ開けていいってですね、開けていいのに決まってるのにわざわざ聞くっていうのがあるんですね。そういう行動が。ですから普通だったらお母さんは優しく、いいわよ、開けてごらん、などと言いますよね。ところが怖いお母さんの場合は自分で考えなさいと突き放したり、お前バカかって、なんでそんなことわざわざ聞くんだよみたいなこと、そういう対応しちゃうケースがね、ままあるんです。これが参照しに応じていないケースってなります。参照しっていうのはこの探索行動って聞いたことありますか？探索行動の一種なんですね。探索行動っていうのはお母さんの元を離れて自分で行動しようって、だんだんね離れていって自分で何かしようっていう自立の芽生えなんですね。入れ物の蓋を自分で開けてみようと思って探索行動を始めるわけです。でもまだね、自信が十分ないんですね。自信をつけるためにお母さんにわざわざ確認して、開けていい？で、お母さんが、うん、いいよって言ったら、ああ、よかったっていう、そういうエネルギーをもらって行動していくわけなんですね。だからわざわざ確認するわけなんです。そう考えると、お母さんも無視とかできませんよね。突き放したりとかね。ですから、それが分かっていなくて、お母さんはつい乱暴なね、対応を取ってしまうってケースもね、多いんじゃないかなと思います。この参照しと同じような機能に報告っていうのがあるんです。報告っていうのはその名前の通り、お母さんに何かを報告する行為です。お母さん蓋開けたよとかね、それ見りゃわかりますよね、開けたの。でも報告するんですよね。お菓子入っていたよとかってね、報告する行動です。で、普通だったらお母さんは自分で開けられたねとかね、お菓子入ってたねなどとね、こういうふうに認めてあげますよね。ところが、怖いお母さんは、食うなよとかってね、あるいは無視したり、はーんとかって無視したりね、そういう報告に応じないっていう場合があるんですね。そうすると愛着形成がうまくいかないってことになりますね。
B の1は参照しに応じてあげる、 B の2は報告に対して受け止めてあげる、これがね合わせで愛着の B、 応答してあげるってことです。3つ目いきます。傷対応。愛着障害になってるってことはもうね傷を負ってるっていうことなんですね。愛着 A と B を完成できないまま成長してきたってわけです。ですから例えるならですね、マラソンとかね陸上競技でスタートでつまずいて周回遅れになっているような状態っていうことなんですね。このことによって2つの傷が存在しています。傷 A、 愛着不全のまま走っている、傷を負ったまま走っているってことなんですね、そういう子は。傷 B、 集団の中ではみんなと同じ年齢ってことです。生まれた年月っていうのはほとんど同じですからね、その学年に存在しているわけですからね。ですからみんなと同じ年齢なんだけども苦しさを抱えているっていう、これが傷 B ですね。愛着障害の子はこの2つの傷をもう日常的に常に負っているっていうことです。ですからキーパーソンとなる人はこの2つの難しさに対応しなければなりません。その対応行動を8つに私はまとめてみました。括弧1、感受性を高める。キーパーソンになった人はもうね感受性を高めないというんです、ね、察知する力ですね。その子のことについてもう考えて予測して、あ今こういう気持ちになってるなとか、あこれからこうなるんじゃないかなっていうのはもう感受性を高めておく、教師の感受性を高めるってことですね。2、叱らない、脅さない。叱られることにね敏感ですから叱らない対応っていうのが必要になります。でも同じような年齢集団の目がありますからね、そこも傷つけないようにうまく対応しないといけないということですね。で、私の以前の動画で正しい叱り方っていうのを紹介してますよね。ご覧になってない方はそこにこの叱らない、脅さないの対応の仕方が具体的に書いてますのでご覧になってください。括弧3、感情ラベリング。愛着障害っていうのは感情の障害とも言われるんですね。うまく自分の感情を言葉にできなかったりするんですね。ですから大人がその子の感情を言葉にしてあげる。あ、今悲しい気持ちなんだねとかね、あさっき悔しかったよねとかってね、そういうふうに言葉にしてあげることを感情ラベリングって言うんですけどね。これはホットダウンっていうスキルがあるんですけど、私のブログの講座40でね具体的に紹介してますのでね、ご存知ない方はブログの方講座40をご覧になってください。この後下に概要欄にリンク貼っておきます。括弧4、枠組み支援。安心や応答は重要ですが、何でも認めるっていうわけにはいきませんよね。そうですよね。もう学校生活とか園の生活ってね、集団生活ですからね。そこで感情は受容してあげるけど、行動は認めないっていう支援が大事になってきます。これが枠組み支援って言います。これもブログの講座40の中で具体的に解説してありますので、ご覧になってみてください。括弧5、先手支援。これはね、つまずく前に先手でつまずかないように、失敗させないようにするっていう支援です。エラーレス対応とも呼ばれます。失敗をさせない対応ですね。括弧6、成功支援。それとは逆に成功させるってことですね。どうするかというと、小さいミッションを与えて成功体験を与える支援ですね。言葉を変えると役割を与えて成功させる。もうちっちゃいね、すぐできそうなことをあえてわざとね、与えて、ああ、できたねっていうね、やったできたっていう成功体験を与えるってことですね。7、主導権を渡さない。年齢が上がってますからダメな行動やずるい行動もします。小学校3、4年生とかね、高学年になるとね、ますますそうなりますよね。ですからキーパーソンがその子の言いなりになってしまうというわけにもいかないんですね。ですから子供その子に負けない対応をしなければいけません。できないといけないんですね。それが主導権を渡さないっていうことです。8、最後です。帰属支援。集団帰属意識を持たせることです。自分もみんなと同じなんだ、このクラスの仲間なんだっていう気持ちを持たせる支援ですね。配慮が必要だって言ってもね、年齢は同じですからね、それは欠かせない支援になります。で、特に思春期が近づくほどプライドっていうものがね、傷つきやすくなりますからね、難しくなります。以上の1から8を私は傷対応って呼んでます。これができないといけないので、高い技量、高い指導力が先生に求められるっていうことなんですね。さあ、今のお話をまとめますね。1、安心感を与える。愛着 A の回復。A の1は甘えさせてくれる。A の2は欲求を満たしてくれる。それをその年齢相当にね、の行動で、回復させてあげるっていうことですね。2つ目は応答してあげる。愛着 B の回復ですね。参照しに応じてあげる。報告に対して受け止めてあげる。これがね、もう大きくなってからも必要になるってことですね。そして3番目が傷対応。傷 A、 愛着不全のまま走っている B、 集団の中ではみんなと同じ年齢ってこの2種類の傷を負ってますから、これを理解した8つの支援が必要っていうお話を今日はさせていただきました。
ブログではこの愛着形成の仕方について続きがねあるんですけども、動画の方ではこれで一旦終了となります。興味のある方はブログの方もご覧になってください。参考資料もリンク貼っております。次回の動画はですね、もうゴールデンウィークに入っていると思いますので、教師のうつ病について解説したいと思っています。連休明けてね、なんか学校行きたくないなっていう場合ありますよね。そういう場合に備えて私の動画をご覧いただければと思います。今日は以上です。